最高に可愛いどこに来てく？元 AKB48 のメンバーで歌手の板野友美が20日、自身のインスタグラムを更新。投稿写真が話題となっている。板野といえば先日、恒例となっている自身の手料理、友めしをストーリーズにアップ。カツ丼の上にもやし豚バラガリバター炒め、豚しゃぶスープ、キムチ、イカの塩辛といったメイン級の品数も多く、ボリューム的に文句のつけようがない食卓であった。しかし、ネット上からは、カツ丼ぶりの上、初めて聞きました。カツ丼ぶりじゃないじゃん、などカツ丼に対するツッコミが上がっていたばかり。そんな板野は、この日、発売1ユーバスデードレスピンクオフショットとオフィシャル何枚目が好き？袖が取れるんだよ、と綴り、ピンクのドレス姿をアップ。肩や胸元が梅雨はとなる露出度高めのドレスを披露した。この投稿にネット上からは、ともちん最高に可愛いから、お人形さんみたい、誰が買うのか気になりますね。4万円の無名ブランドの服を W、旦那は成績不振だし、板野友美自体の人気もないし、そんな時にこんなバカ丸出しのコメントあげるなんて、旦那もストレス溜まってそうだな、4万もするんだこんな服どこに着てくんだろう？など様々な声が寄せられている。自身がプロデュースする洋服は好評のようだが、今回のドレスは着ていくシーンが限られてしまいそうだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。